はい、5章、リューマンの男やと思う。はい、あれやね、野々村の、これ、組織か。野々宮か。野々宮やな。あ、死んだもんな。あの図太い野々宮が首を吊るとはな。なあ、ちょっと覚えてるな、この辺。まったくだ。あの立地なら、今すぐ町金で5000万借りてでも欲しかったのによ。そうなんや。本当にバカなやつだぜ。金のなる木を持ったまま天国に行っちまうなんてよ。いろいろあんねん。葬式だってのに、どいつもこいつも金の話ばかりだな。なあ、仕方ねえよ。みんな喉から手が出るほどソープの営業権が欲しいんだ。営業権なんて役所に届けりゃいいんじゃねえのか。それが無理やねん。今風営法が厳しくてな。そうそう、学校、病院、図書館なんかが半径200メートル内にあれば即 NG。 無理やろ。この基準をクリアできる繁華街はこの国にほぼ存在しない。うん、つまり今は無理やろな。新規でソープランドを開店するのは事実上不可能というわけだ。うん、じゃあ今あるソープランドはほぼ全ての店が昭和の時代にオープンした店だ。あの頃は良かったな、昭和は。ほんま貴重なソープランドが一軒消滅したってわけか。一番次、さっきすれ違った連中が言ってたように、その気になりゃ営業権を高値で売りさばくこともできたはずだ。うん、なんで自殺なんかしたんだろうな。わかんねえ。でも菜の葉さんのこともそうだけど、他にもいろいろと悩んでたのかもな。意外と真面目だったし繊細な人だったのかも。どうなんやろ。真面目で繊細な人？何やったこれ。そうかしらね。はい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 、思い出した。菜の葉さんちゃうぞ。そっか、お父さんの件も片付いたしな。元気になったんだ。っていうか見違えたよ。改めて見るとやっぱセクシーじゃん。店長のためにわざわざ来てくれたんだ。わきまえろ。菜の葉さん、君がお父さんを引き取った後、我々が店に戻った時、すでに店長は、そう、首つっててん。野々宮さんは首をくくって自殺を。あのね、さっきから聞いてりゃ真面目だとか繊細だとか勝手なこと言ってるけど、あの店長は一流のクズよ。自分で死ぬわけないでしょ。菜の葉さん、パニクってるのもわかるけど、この場でそんなこと言うもんじゃ。だから違うんだってば。そう、違うね。まったくもう。俺一回やってるからな、このゲーム。タバコ吸うな。タバコ吸う女嫌やな。違うって何が。私の名前はね、サエコ。そう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 。名前はサエコって？双子か何かやったかな。どういうことなんだ。私はね、あなたたちとは今日が初対面なの。うん、理解できた？おじいちゃん。おじいちゃん。おじいちゃん、まだわかんない。じゃあそこのメガネは。メガネ言うな。メガネって、いや全然わかんねえ。つまりストレートに考えるや、双子だろ。大正解。もじゃもじゃ頭は頭いいね。うん、そう、菜の葉は妹なので、あんた姉のサエコか。じゃああんたもその風俗嬢なのか。風俗嬢じゃないけど、キャバクラで雇われママをしてる。ああ、雇われママなんや。その店のオーナーが野々宮だったの。ヘビロクやっとってんな、ほんま。ソープの他にキャバも持ってたのか。あの店長、ああ見えて偉人町の風俗街じゃ指折りの名士だったみたいよ。だから一応乙姫ランドと私の任されてるキャバクラは系列ってことになるの。あんたら、この辺は忘れてたな。野々宮のキャバと風俗に入店したのか。最初に入店したのは私。でもまさか妹が系列店に
風俗で働いてるなんて、うん、ずっと知らなかった。人生いろいろや。そう、妹が乙姫ランドで働いてたのはこの間まで知らなかったのよ。妹がお父さんの介護でそこまでお金を必要としてたってことも。助けたれやお前、言えへんかってんな。ほんだろ、それにあんたが先にキャバクラにいたのにどうしてだ。なんで言わんかってんやろ。複雑な家庭事情ってやつのせいでね。そうなん。私は若い頃に家を飛び出してそれっきりだったから。そうなんや。絶縁状態だったってことか。うん。でもある日妹が乙姫ランドに入店したの。じゃあ店長はそこで二人は身内だって気づいたんだろう。そりゃ気づいたわよ。双子なんだから当たり前よね。だから菜の葉には会ったその場で私がキャバクラで働いてるって伝えたみたい。そうな。でも菜の葉がソープで働くことを私には絶対に内緒にしてほしいって頼んだのよ。絶縁状態だからこそか。ところが何日か前よ、いきなり野々宮から私に君の妹と親父さんがピンチだって連絡があったの。あ、そうな。ヤクザ絡みの介護施設にはめられたみたいだって。ああ、そこで初めて妹さんたちの事情を知らされたわけか。うん、そう、何年かぶりにね。でも菜の葉に内緒にしてほしいって言われてずっと隠してたのに伝えてきたってことはよほどまずい状況だったんでしょう。うん、まあでも今はもう大丈夫だ、心配はねえよ。そっか、お父さんもあの子も随分世話になったみたいね。いや、で頑張ったよ。だからお礼も言っとかなきゃと思ってさ、春日さんに足立さん、名前知ってんねやんけお前。それと南波さん、名前知ってたなら名前で呼べよな。俺らは親父さんと妹の命の恩人だぞ。言うな。分かってる。恩着せがましいんじゃ。本当に感謝してるって、ありがとう。あんたその後菜の葉さんとは会ってない。私はこの先もずっと何も知らないままってことの方がいいんじゃないかって思うし。なあ、ちょっといいか。あんたさっき施設のこと野々宮に聞いたって言ったよな。うん、言ってたね。電話か何かで。うん、だとするとそれ時間的にはあいつが首吊る直前ってことにならねえか。そう、死んだ当日。うん、つまり私はあの人が死ぬ直前に直接電話で話してた人間ってこと。はい。なんだって。その上で言ってるの、あの人が自殺だったわけがないってね。でね、店長とはどんな話を。いや、5日前。はあ、乙姫ランドのボーイさんが。そうなんだ、妹さんが親父さんを預けてた施設、うん、清流貝絡みのヤバいとこでさ、金を用意できないと親父さんを殺すかなんとかで。ちょっとなんなのそれ。びっくりするわな。大体菜の葉がソープで働いてたとか、なんで教えてくれなかったの。ごめん、それは止められてたんだよ。でもこうなっちゃった以上もうさっちゃんに黙っとくわけにいかないと思ってさ。じゃあまとまったお金がないとまずいってこと。でも今私そんなにお金は。まあとにかく少しでも集めてみるけど。でも時間がないんだよ。だから新入りのボーイたちが何とかしてくれるって今は信じるしかないんだ。でもあいつらならきっとやってくれる。ね、一番とかやね。そんな連中に何とかできる話なの。大体誰よそれ。一番や一番。元極道やら刑事やらの3人組でさ。どうや、見ず知らずの菜の葉のために命かけて頑張ってくれてんだ。それがさっき言ってた春日さんたち。そうだ、彼らは本当に頼りになる連中で。そうしね。あれ、なんだ。ああ、何。まあわかりますよ、これも俺も一回やってるからな。ちょっと待ってて。はい、誰だあんたら。ちょっと待て、何勝手に入ってんだ。危ない。店長、店長、ロマ、ロマ、私はロマ。中国語やな、今のは。それが店長との最後のやり取りか。うん、そう。最後、
ドタバタしてたってのはなんだ。わからないけど、多分中国語。かなり怒ってる感じで。だから自殺とは思えないと。うん。店長がその中国人たちにやられたんだとしたら、そいつらが自殺に偽装したってことか。今からでも遅くねえだろう。すぐ警察に言おうぜ。とっくに言ったって。そうなんよ。ここの電話の通話履歴から所轄の刑事が聞き込みに来たの。だから私はありのままを全て話した。だったらなんで自殺で処理されてんだよ。わからない。刑事も途中までは熱心に聞いてくれた。うん。でも私が電話で聞いた中国語をモノマネしてみせたら急に引き上げてモノマネしたんや。紗恵子さんだったな。ちょっとそのモノマネやってみてやらすんや。いいけど、私中国語なんて知らないから意味はわからないわよ。いい？こんな感じ。ラオマ、ラオマ、ラオマ。似てへんぞ全然。どういう意味？あれと電話で聞こえてたのと。わからないって。いや、よくわかった。わかったんや。マジで？ラオマってのはハンピンリューマンの幹部の愛称だ。ハンピンリューマンの幹部？偉人さんの？そう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 。実際の名前はマブチ。マブチ。ハンピンリューマンの幹部の名前を、うん、大声で呼んでた。おそらくこの部屋に乗り込んできたのはマブチの手下だな。で、野々宮を見つけた手下は大声でマブチにそのことを知らせた。あ、彼女が聞いたのはその声ってわけだ。じゃあそのマブチってやつが野々宮を殺したのか。いや、でもここは清流海の島だろ。偉人さんは冷戦状態で戦争はしねえんじゃねえのか。どうなんですか。だからその掟が破られたとなると大事だな。うん。警察はなんで彼女の証言を無視したんだ。その刑事が知らなかったんじゃねえのか、ラオマーって言葉を。逆だろうな。知ってたからこそ捜査をやめたんだ。俺も黙らせるって怖いよな。めっちゃめっちゃ力あるやん。偉人町の刑事でラオマーを知らねえやつはいねえよ。なんたってマブチは刑事課を丸ごと買収してるんだ。とんでもないやつ。町の刑事を丸ごと。やつは偉人町の刑事に子供の七五三祝いから入学祝い、冠婚葬祭なんかの経費までまめまめしく世話してやってんだ。なんぼ金あんねんお前。なんだそれ。ほんまに。もっとも刑事連中にしてみりゃ賄賂をもらえるありがたさもあるが、マブチに自分らの個人情報が全部筒抜けになってる弱みもある。あ、なるほど。飴とムチってやつか。ええ、もともと偉人町の警察は肉の壁の中のごたごたには及び腰だ。うん。その上マブチが相手で被害者がソープの店長とくりゃまともな捜査は期待できねえかもな。うん。なあ、そのマブチが怪しいとして、なんで店長は殺されなきゃなんなかったんだ。そうなんだよ。とりあえず窃盗が目的じゃないことだけは確かだ。ハクレスも3000円。ほんまに珍しいわね、あの店長が大入りを出すなんて。ちゃんと準備しておいてくれてたんだな、俺らのことを信じて。うん。野々宮との電話詳しく教えてもらえて助かったぜ。ありがとうよ。悔しいのよ、なんか。ん？全部私の知らないところで勝手に心配されて、勝手に誰かが頑張ってこんなことになったのが。私さ、父や妹とはずっと不仲で。タバコ吸うな。タバコ。間を取り持ってた母が死んじゃってからはもう居場所がなくて。だから家を出たんだよね。仲良くせなあかんで、みんな。ほんまに。けど家族を捨ててきた私に野々宮は曲がりなりにも居場所をくれた。うん。そんな人私は最後までろくでなし呼ばわりしてさ、ありがとうなんて一度も言ったことなかった。うん。だって急にこんなお別れが来るなんて思ってもなかったから。
私は自分一人で気ままに生きてきたつもりだったけど、うん、案外身近な人間と重苦しくて厄介なつながりを持ってたんだなって、七宮がいなくなって初めてそう気がついた。そうなんや。重苦しい厄介なもんか。でもそれは絆っていうんじゃねえのか。いいこと言うやん。泣きそうになってる。いや泣くぞこれ。私ね悔しいのよ。そうなんや。野々宮はデリカシーないし言うことも汚い最低の親父よ。でも愚かすぎてる。だからって殺されたのに警察も知らん顔。すごい街やなほんま。野々宮は殺されても仕方がない人だって言うの。そんなわけないよ。2回目やけどさ、みんなちょっとあんまり覚えてないな。もうやっぱり私一人じゃ何にもできない。でも死ぬ前に野々宮があんたたちは頼りになるやつだって言ってたから。なるで、頑張るよ。だから俺らに会いに来たんだよな。そうやろ。オーケー、オーケーって、ひょっとしてまたやる気かよ。やります。だんだん俺のこと分かってきたじゃない、難波先生。やっぱりそうなるのか。私さんは現役のデカたちが尻込みする相手だ。俺のデカ魂はやると言ってるぜ。懲戒免職になってな、かわいそうに。私さんほんま。じゃあ決まりだな。さっちゃん。そうそう、さっちゃんって言うねんな、確かずっと。一緒にやろうぜ。優しいね一番。今日からまた一人じゃねえってことだ。いねえほんまに。よろしくね。一番の声はね、錦山なんですよね確か。なんか錦山っていう感じせえへんな。似てるんかな。はいよ。はーい。この服やめえほんまに。ほんま。なあ。うん、まぶちのアジトはわかるか。アンピンリーマン、マフィア、日本のヤクザみたいに堂々と事務所なんか構えちゃいねえ。それにマムチは用心深い野郎でな、限られた時間にしか面を晒さないって話だ。手がかりなし。いや、うん、ゼロってわけじゃねえ。ここは北に行ったところに、これなんて読むの？わからん、なんとか障子っていう一角があるだろう。そこにリューマンたちの溜まり場になってるんだろう。こっちは中華街みてえなもんか。真の姿、中華街の真の姿。マブチは、これ なんとか戦勝、あ、なんでこれ勝手に行くねん。じゃあ早速聞き込みとかしてみようよ。おう。うん、ちょうど腹も減ってきたしな。はい。俺、ペキ押す前にさ、進むねん。飯を食う気か。いや、食わせろ。なんでだよ。真の中華街。お前、意味間違えてるんちゃうかそれ。行きはわかる。はい、仲間もね、増えたんでね、ちょっと行ってみたいと思います。行くぞー。まっすぐですね。はい、はい。はい。ん？ここか？助けてください。臆病そうな男、助けてください。なんや？おらおら、さっさと金出せや。あるか、あんなもん。うん、助けてあるんか。うん、何これ、サブストーリーか。しょうもねえことやってんじゃねえぞ。あかんぞ、弱いもんいじめは。なんだお前は。うん、はあ、来
てくれたんですね。バイトヒーロー .com の方ですね。これなんかあったな、あったな。え？バイトヒーロー。なんかあったわ。.com。うん、サブストーリーや。俺ほとんどやってないね。なんだかよくわかんねえけど、邪魔するってんならあんたを先に痛ぶってやるよ。痛れ来いや。後悔すんなよ。はい。いい加減しねえぜ。行くぞ。なもうこんな多分弱いやろ。やめんなよ、今の俺ら2だぞ多分。おいよー、ごめんやで。4000持ってるやん。カツアゲやカツアゲ。はいよ、強くなった気がするぜ。おいよ、はいよ、はいよ。なんかこれ変なやつ出てくるぞ、もうすぐしたら。ありがとうございました。さすがバイトヒーロー .com さん。ちゃうで。頼りになるな。だからそのバイトヒーロー .com って何なんだよ。ちゃうね。え、違うんですか。違うね。そうそう、こいつ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 。バイトヒーロー .com のものです。おもろいな。こいつが依頼のあった。捕まんだお前、そんなんで歩いてたら警察に。確かに人相悪そうだ。金にも困ってそうだし、変な髪型だし。言うな、そんな。最悪ですね。あ、いや、この人は。いい人やで。お任せください。バイトヒーロー .com の名にかけて、すぐにレスキューしてあげますからね。無理や、お前じゃ。死ねえ、このクソチッピラが。やんの。正義は強い。やんの。覚えてないな。おつ。ブルースリーか、お前。これ構え、ブルースリーやろ。俺ブルースリーの映画全部見たからね。弱いんちゃうかけど、これ。いや、なかなか強いですやんか。このブルースリーめ、ほんま。いいことで。せいえ。おいよ。5000円ありがとう。はーい。またいい女になっちゃった。ごめんね。なんだこのチンピラ、強い。チンピラちゃう言うてんね。だからチンピラじゃねえって。そうです、この人は僕を助けてくれた人なんです。うん、助けてくれた。死にそうなってる、こいつ声が。どういうことですか。わいらちゃう。これ事務所がなんか行くんちゃうかった。ああ、もう来てるやん。先ほどは勘違いしてしまいすみませんでしたね。面取れよお前、ヘルメット。できませんが、お詫びの印としてゆっくりお茶でも飲んでいってください。なんか覚えてんな、この辺。じゃねえよ、タグ。何なんだよあんた。申し遅れました。私、ヒローと申します。ヒロー。株式会社バイトヒーロー .com の社長をやっております。そうなんや。ちなみにこの社名は私の名字ヒローとヒーローがかかっていまして。もんないね。で、さっきからそのバイトヒーロー .com ってのは何なんだ。うん、バイトヒーロー .com はアプリから誰でも簡単にお助けヒーローを呼び出せるという画期的なサービスです。そうなんや。ヒーローを呼び出す。困っている人から依頼を受けたら、こちらでアルバイト登録しているスタッフ、うん、通称バイトヒーローを派遣し解決するというサービスです。うん、まあざっくり言うと派遣型の便利屋みたいなものですね。簡単なお使いや人探しに猫探しまで幅広い依頼に応えているんですが、うん、今やひっきりなしに依頼が舞い込んでいるんです。へえ。だが便利屋って大体似たようなことをやってくれる気がするんだが、なんでここはそんなに人気なんだ。実はうちが他の会社と違うのは、悪党撃退サービスも受け負っているという。悪いやつ多いからな、この辺ほんま。悪党撃退サービス。うん、先ほどのお客様のようにチンピラなどのしょうもない連中に絡まれた時にそいつらを撃退してあげるというものです。正義の味方や。社長は異常に治安の悪いどん底の町。どん底の町。そういった需要が多いと思って始めたんですが、結果的に大成功で。大成功。なるほどな。だからさっきのやつは
助けに入った俺をバイトヒーロー .com の人間と勘違いしたってわけか、うん、そのようですね。いやはや、あなたのように無償で人助けをするような方がまだこの町にいるとは、うん、感動です。まさにあなたのような人こそヒーローと呼ぶにふさわしい。めっちゃ褒められてるやん。別に気に食わねえやつを殴っただけだ。じゃあ俺は行くぜ。ああちょっと待ってください。何やって説明かなんか起きるんかなこれ。もしよければあなたもバイトヒーローとして働いてもらえませんか。バイトヒーロー。バイトヒーロー。俺もここで人助けしろってことが。はい、うちのサービス非常に好評いただいていて、うん、依頼が想定以上に舞い込んでいるんですが、その反面依頼をこなす側バイトヒーローの登録者が少なくて困ってるんです。悪党を撃退できるほど強い人材ってなかなか見つからなくて、うん、現状依頼を受けているのに助けに行けないような状況が生まれてきているんです。この町はどん底の町、一般人には危険がいっぱいです。うん、一人でも多くの人を助けたい。でも私だけでは案件を裁ききれない。だから俺に手伝えと。俺前やった時やってないんですよね。あなたは腕前も素晴らしい。そして何より弱い人を助け悪を倒すという正義の心を持っている。えらい、ほんまにえらい。ライトヒーロー .com はあなたのような人を迎え入れたいのです。うん、もちろん成果に応じた報酬は払わせていただきます。うん、結構なお金になると思いますし人助けにもなる。いかがでしょう、この町の平和のためにもお願いできませんでしょうか。悪い話じゃない、そんな金にもなるみたいだし、少し手伝ってみるか。わかった、どれだけやれるかはわからねえが、うん、登録だけはしてやるぜ。おお、ありがとうございます。喜んでる。一緒にこの町をレスキューしましょう。はい。なあ、俺は春日一番だ。よろしく頼むぜ。春日さんですね。で、では詳細の説明をさせていただきます。もえもえ。あいよ、バイトクエスト。あいよ。はーい。まあ、やると思う、多分。わからんけど。2回目やからね、このゲームやんの。はーい。それでは、町の平和を頼みますよ。あ、いいよ。ねえ。バイトヒーロー .com。うん。小遣い稼ぎには最適かもな。暇を見つけて依頼をこなしてみるか。せやね。はいよ。はい、じゃあね、まぶち、まぶちちゃうわ。あれや、何やった、なんとかなんとか言うと行きたいと思います。はい、前なんですけど、敵女、こいつら多分強いやろ。